およそ21万ものアイテムを揃えるハンズマン大野城店。店内には日常生活に役立つ商品が勢ぞろい。暮らしの悩みは全部ハンズマンで解決しちゃいましょう。暮らしの困った解決隊。こちらのコーナーでは暮らしの困ったなやこんなのあったら便利だなといったものをハンズマンの厳選商品で解決してまいりたいと思います。はい、さあうさぎ年も張り切ってまいりましょう。ぴょん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 すごい困ってるさあ最初の商品は、はい、最近入荷してまいりました、おしゃれな造花になります。おー、造花っぽくないという本当ですね、はい、あの色もそうですし、うん、お花のね種類とかもめちゃめちゃ可愛いですね、うん、あとリアル感もありますよね。本当、種類が95種類あります。すごくないですか、はい、すごい。でもなんかこうほらアニメな感じの色目っていうの、うん、ねえ、ちょっとくすみカラーっていうかね、うん、だからよりおしゃれ度がね、そう、うん、あ、ちょっとなんかやってみますか。それこそ増加だから永久的半永久的にいけるわけでしょ、ね、なんかねこれね、はい、ちょっと曲げると型がつく。あ、うん、動かせるんですか。そうなんです。そうなんだ。芯に針金が入ってますので、はい、好きな方向に。あの成果だとこれができないじゃない、うん、確かにボキッと折れちゃうからさ。そうだそうだ、これ置いとくと、うん、なんかもうお部屋も華やかになるし、うん、しかも半永久的に枯れないっていうのが最高。本当ですよ。続いては部品や小物を収納するのにおすすめ、パーツキャビネット。パーツケースってどういったものを入れる、はい、例えばネジであったりだとか、うん、細かいものを全部これ全部引き出しになってますので、はいはい、収納できます。ネジとか釘、うん、あとボルト、電子部品、釣り具。釣り具最高やなと思ったのが、うん、この、うん、ここの幅もいいんですよ。なぜならば、うん、イカを釣る時のエギっていうのがあるんですけど、エギがちょうど入るそのケースのサイズ感がいろいろあるじゃないですか、はい、そうです、うん、大きいサイズであったり、まあ、細かいのがあって、はい、引き出しとして使えるやつだったりだとか、うん、4パターンございます。へー、もう一つ言えば、はい、ここに穴が開いてるので、はい、壁掛け。掛けられるんですか。このネジ、はい、によいしょ。おお、あ、そうするとこうやって出しやすいし、この薄さだから、うん、どこでも壁一面これ貼っても全然。壁一面そしてラックやテーブルなどさまざまなインテリアを作ることができるガス管 DIY。ガス管といっても、工事現場で使うようなガス管に見せた、うん、DIY で作る、管になります。ちょっと面白かったね。管ですって分かったような全然分かってないんですけど、どういうことですかね、はい、こういったパーツを組み合わせることで、はい、こういったラックであったりだとか、あとこういったバルブを使うことで、フックとしても使えることができます。ガスを通す管じゃなくて、はいはい、インテリアとして使ってね。そうです。あ、実際のガス管と素材は一緒なんですけれども、うん、はい、しっかりとしたほら、うん、もう本当に缶だから重さも、いやいや、じゃあ踊らんって踊りだす、そうだ、怒られる、すいません。組み合わせ次第でいろんな形にできそうですよね、うん、だってこれもってことでしょ、この。あ、本当だ、ね、そうです。これも作る、こうやって、じゃあなんか竿立てによかごたで竿立てにちょっとよかごたですね、うん、これ知ってますよ、なんか男前インテリアって言うんです。え、知ってそうなんですか言うんです、男前インテリアっていうの。ううもう正月にお母さんから言われた。 お正月ちょっと余談ですけど、沖縄一人旅行きました。ね、男前、そう、私の方が男前でした。そうです、はい、どうするとあんたさあ続いてこちらは何でしょう。はい、新商品で入荷しました猫の爪研ぎになります。おー、こんな形の爪研ぎ。はい、新しく入りました。中にほら入れて可愛くない、うん、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。ここから顔出したり、まあいろんなところでガリガリするってことですよね。そうです、ね、ここもできるし、うん、ここもできるし、はい、あと中も
できるし、はい、これさちゃんとさリバーシブルなのよ。こっちもほら。そうです。ほら。色が違うから、うん、気分に合わせて。そうあ、こっちね。こっちも。いやこんな中に入ったったら、うん、ちょっと写真撮っちゃう。あげちゃうあげちゃう。こちらは大人気商品コードレス首マッサージャーモミタイム。これすごいいいですもんね。いいです。これもお客様も、うちの従業員も大絶賛の商品になります。はい、確かあのハンズマンのスタッフさん皆さんいろいろ試した結果一番良かったやつですよね。そうですそうです。そうだ。ここに、ポイントビートがありまして、はい、乗せていただくだけでボタン一つで。これがグーって回って、はい、これをだから首にかけてショーみたいな形ですね。そうです。こうですね。こうですね。こうしまして、スイッチオン。はい、ですね。ああ、よかったです。来ました。すごいですね。もう肩、首を全体をいい感じに包み込んでくれました。ピンポイントで最高でございますね。これは新しいですよね。ここにこうあって、うん、自分の力加減で場所とか、あと強さとかを移動できるっていう、うん、仕事してくださいよ。いいね、最高だ。揉まれてる。なんかの掴まれる感覚、はい、っていうのがなんかこうマッサージ機にはないというか、うんうん、そんな感覚さえする。ちなみに使い方によって4つの揉み玉の位置を変えることもできます。お尻揉まれてる。嘘。これね、モードと速さも変えられるから、はい、本当にお好みに合わせて。お好みで全身いけますね、これ。本当ですね。そうですね、うん、あ、いろいろ気持ちいい、うん、でこれね、何がいいでね、コードレスなのがいいですよね、うん、そう。しかもあれでしたね、カバーが洗えるんですもんね。あ、そうですね。これがいいんですよね。ちなみになんですけど、はい、これ売り場はどちらにあるんでしょう。あ、これは、2階レジ後ろの、健康器具コーナーに置いてます。そしていろんな使い方ができる充電式 LED リーフライト。実はいろんな段階で調整することができまして、はい、おボタン一つで、うわ、明るいです。すごいよこれ。しかも相当細かく動きますね。細かく、細かく、どこでも真上も、まあ、いけるし、真下ももちろんいけるし、はい、こうもこうも、へえ。こうやって色がこう変わるんですね、はい、はい、で音の明るさも、はい、こう、こう3段階、こう、おお。これを回していただくと、飛んできそう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 。本当や。分割もできます。へえ。マグネットだったりフックもついております。吊るして、はい、吊るしたり使うこともできるし、あとマグネットでこう壁にとかくっつけて使うこともできる、はいはい、そうですね。続いてはおしゃれで機能的なキャンプアイテム、スモア。おお、すごい種類がいっぱいありますね。ねえ、はい、48種類置いてあります。48で、はい、スモア48出ました。どういった特徴があるんですか。そうですね、おしゃれで、機能性が高く、うん、リーズナブルの、メーカーになります。確かにめちゃめちゃおしゃれ。おしゃれです。でもあの我々キャンプ初心者なんですけど、はい、そういう人たちでも大丈夫なブランドなんですか。はい、じゃあ本当にさまざまなキャンプに必要なものたちが揃ってるブランドなんですね。はい、そうです。今回はスモアのおすすめアイテムをご紹介。びっくりしたのがこの私が、ね、寝転んでも全然余裕があるこのサイズのものがこれになるんだよ、コンパクト。すごい。やっぱこのベッドでキャンプの時にいるらしいですね、うん、寒い時とかもそうですし、やっぱちょっとやっぱり地面から合わせてるからいいってことか、うん、ね。私のこの椅子もめちゃくちゃおしゃれで、なんか座り心地最高です。一体感になってる。なんかですね、もう包まれてます、うん、多分コットン素材、はいはい、素材が多分このアウトドア感が少ないというか、なんか生地いいですよね。生地が、この生地がすごくいい。チェアって言っても、はい、いろんな大きさサイズがあるんですね。本当ですね、まあ、この大きめのやつから低いやつもあるんですね、はい、そうです。低すぎ。焚き火だとかする方には便利なあぐらをかける、チェアで、こういった焚き火台に、はい、使用できるちょうどいい高さの
なるほど。だからまあ火の番をするのにちょうどいいってことですね。うん、ですね。これもスモアの商品なんですか？そうです。こちらの焚き火台もスモアの商品で、でこのプレートを乗せることで、はい、お得としても使えますので、まあ、お鍋だったりとか、そういったのを乗せることができますね。じゃあ料理もできちゃうし、はい、お湯も沸かせちゃうし。うん、これもさ、なんかアウトドアしてないから、はい、あの本当にお家のリビングに使えそう。こちらのテーブルも天板と足枠をコンパクトに収納することができます。これで持つとちゃんとあの安定感があるし、うん、このバッグ自体もしっかりしてるので持ち運びはいけます。スモア来てますね。来てますぜひどうぞ今日もいろんな商品紹介しましたけど、いかがでしたでしょうか？やっぱりキャンプ用品の品揃え、ハンズマンすごいなと思いました。皆さんも何か始めてみてはいかがでしょうか？ということで、はい、暮らしの困った解決よ、次回もお楽しみに。